ます、レイカです。今日の YouTube はスクール生の友達のココちゃん、15歳の女の子なんですけど、ココちゃんは週末サーフィン来てて、そのココちゃんを週末こう週一で教えてどんだけ上手くなっていくかっていうちょっと YouTube の企画を週1回やらせていただきたいと思います。今日はめちゃくちゃ暑くて、日差しがやばいので、このカーレの帽子で借りてかぶって、日焼け止めべったり塗って、とパラソルと、パラソルにこれパラソル、これパラソルですね、こうやってやるやつがあるの、火入らないように、日差し入らないようにみたいな、それもつけないと。マジでやばい、この日差し。今日の企画は、今日の企画はですね、ココちゃんの、ココちゃんを週1回教えて、ココちゃんがどんだけ伸びていくかっていう週1の企画でなります。俺も教えてよ教えた方が教えてよ、上手くなるやったら何でもするよ今日は嫌い裸、うん、おと思ったけど、ちょっと鍛えた体でも見せたっていいよそれはまだお店で。キモはい、ココちゃん、ココちゃんです。ココちゃん15歳よな。15歳、今年で16歳。今年で16歳か。大きくなったね。誰やねお前は一体いつから知ってるな1年前ぐらいなココちゃん着てるのはルースイムのラッシュガードのこんな感じ、めっちゃ可愛い水着かビキニカットになってんね、下が日焼けせへんからいいよな、こういう暑い時な。ココちゃんが今練習してることとかありますか？練習してることはちゃんとしっかりボトムターンしてから当てることです。はい、はい、できてきたもんな。っていうかさ、うん、結構さどんくさい感じやったのにさ急にさここ何ヶ月かでさ、うん、めちゃくちゃ当てれるよな。何なんだろうね。何なんやろあれ。レイカちゃんと2人入った時からなんか、そうそう、あの時やんな、そう3歳じゃんな、その時からおかしい。なんかめっちゃ調子いいもん。じゃあ今日もね、ちょっと人は多いと思うんですけど、週末なんでビシバシ当てていってください。頑張ります意気込みをどうぞ。意気込みを、俺はまあ、ボトムからこうちょっとトップ の、 そのトップにこだわりたいなと。あ、もう聞かんかったよかったボトムの時 の、 あの手の使い方、ちょっとワンポイントアドバイスを今日ももらっていいですかね、初心者の方に。ワンポイントアドバイス、じゃあ今日の、じゃあココちゃんが何か聞きたいワンポイントアドバイスみたいな、皆さんのためにしっかり当て込むにはどのようなボトムターンをすればいいのどうやったらこの一番いいポジションにボンって当て込めるんやろ、縦に。前の動画で言ったのは、あの結局テイクオフで決まるって言ったと思うんですけど、その上半身のリップに関してはスピードで決まると思う。スピード、うん、じゃあスピードをつけるのには、スピードをつけるため、スピードを、この間はさスピードをつけるためにはテイクオフで決まるって言ったよ、だけどリップが決まるのはスピードで決まると思う。で、1個前が重要みたいな。そういうことね、うん、そういうことね。スピードやったら1個前のテイクオフ、テイクオフ当てるんやったらスピードが大事。やっぱスピードがないとさ残らんよ、ちゃんと。せやんな、せやんな。そうそうそう、わかりました、ありがとうございます。じゃあそのサミちょっと見せてください。やるわマジで、やるわマジでやるわマジでじゃあココちゃんの意気込みは、何回もちゃんと当てて成功す、うん、させることです。なんか今ね、この前練習したやつは、うん、ココちゃんが練習したのは、あのツーターン入る波に乗って、そのツーターンをワンターンワンターン違う、だから例えばリップしてからカーブとか、うん、カーブからのリップとかやったような。今日もそれ練習していきましょう。はい、頑張ります。じゃあ皆さんイエーイ、えバイバーイ。どう波、結構ひどいな。ココちゃんできそうかな。できます、できます、やります、やります、頑張りましょう今教えたことできるでしょうかね。できます、できますね。だってこの前さカーブさ、うん、言ってさ、リップしてカーブしてコンビネーションしてる人一発目できたもんな。そう、一発目でできた。そう、今日のノルボードは JS のモンスター2020の EPS です。波もちっちゃいし、でもセット入ったら多分腰腹ぐらいあるから、人気にせずセットバンバン掴んでください、はいはい、頑張れ、バイバイ。分かった。
はい、行ってらっしゃい。行きます。暑ない？暑い。走って走って走って、頑張れココちゃん。向こうのリフトに行きます。いいか、こっからパラソル用意してくれてるからビデオ撮って。大輝はサーフボード2本持ってきてるから、試合用のボード。帰ってきました。どうでした？ちょっといい波乗れなかったけど。難しかったよな、うん、で一発当てれたから。そうやんな、でもっと当てたかった。だって上手い人たちも結構苦戦してた中で、うん、あの一発できたのは良かったと思う。でもうちょっと左にずれすぎてたから、うん、もうちょっと右でポジショニングしてたらもっと切れたグーフィーが来てて、うん、前ぐらいのできてたかもな。あ、今日はやっぱりパドルとテイクオフの間を短くする、パドルしてテイクオフするまでの時間を短くするのが波が小さくて軽い時の目標。それに気づけた、うん、頑張ろう。頑張ります。ありがとう。ありがとう。バイバイ。